フィス車っていうのは実はその専門の車があるって知ってました？まあ当てはまってくるのは営業職の方です。すごく作業効率が良くて今も便利なアイテムっていうのがたくさんあるので、毎度スルメ兄さんです。今回はですね、作業効率を上げるオフィス車で、その中でもあったら便利アイテム5000ってことで話していこうと思います。この動画を最後まで見ることによって、この5000とそもそもなんでどういった人がオフィス車向いてるのか、なんで私がオフィス車を取り入れてるのかっていうことが分かるようになります。で、中にはオフィス車っていうのはそもそも聞いたことない人もいると思うんですね。でね、実際使ってみるとめちゃめちゃ便利なんで、そういった点もね伝えたらなと思ってます。もともとオフィス車っていうのは実はその専門の車があるって知ってました？モックっていう車なんですけど、もう事務所、運転席の後ろがもう完全に事務所みたいになってる形でそもそも販売してたりするんですよ。で、どういった人がそれターゲットかっていうと、建築系の方に向けて販売されてるような車で、まあ現場行ったりだとか、けど事務所行ったりとかっていうので、こうわざわざね、こう事務所に戻るっていうのが結構手間なんですよね。で、それをもう現場で作業もしながら事務作業もできるっていうので開発されたような車なんですけど、ただ私自身多くの方でも、まあ、当てはまってくるのは営業職の方です。どういった場面で使えるかというと、例えばいろんなお客さんにアポに行くような仕事をしてたとします。まあ、保険の営業でも何でもいいんですけど、ただアポって微妙なこう10分20分とか場合によっては1時間とかっていう間が空いちゃったりするんですよね。で、特に例えば昼から1時2時3時4時とかいう感じでアポが入ってたとして、で2時のやつがなくなっちゃったとかってなると、もう丸すっぽ1時間ぐらい空いちゃうわけなんですよ。ただその1時間でわざわざ事務所に戻るっていうのが当然めんどくさいんですよね。けど事務作業もやっぱりあるわけじゃないですか。そういった時にオフィス車っていうのはすごく作業効率が良くて、今もう便利なアイテムっていうのがたくさんあるので、私自身もいろんなこう仕事をする中でもやっぱり中途半端に空く時間っていうのがあるんですよね。で、そういった時にすごく便利なので、今からねその5000を紹介していきます。はい、ということで車の中に移動してきました。今私が今オフィスという名の、まあ、すごい簡易なもので実際全然お金かかってないんですよ。で、その中でも事務作業をする上ですごくあったら便利なものっていうのを今から紹介していきます。で、まず一つ目これです。インバータで、これ何かっていうと、のシュガーライターのところにピッて刺すだけでもうそのまま使えるやつで、これ何が便利かっていうと、普通のコンセント刺すことができるんですね。で、コンセントとあと USB とか2口かな刺すところがあって、値段自体は2420円で、今 Amazon で売ってました。他にももっと大きくね、あの出力するようなやつとかもあるんですけど、実際パソコン使ったりとかスマホの充電とかっていうレベルであれば正直これでも十分できます。で、実際私自身はこうパソコン2台と、まあ、充電ととかを使ってるんですけど、止まったことないです。唯一これで今まで止まったことがあるのはドライヤーぐらいです。なんでドライヤーなんだって思うかもしれないですけど、ドライヤーは無理でした。でかすぎる容量がね。次、これが使えることによってすごく便利になってくるのがこれです。コンセント、ちょ線がぐちゃぐちゃってなっちゃってるんですけど、やっぱりコンセントがあるだけで使える用途がめちゃくちゃ増えてきます。次、3つ目、これライトですね。これ今こんな感じでつないでやってます。このライトなんですけど、当然場所によっては暗い時であったり、まあ暗くなってきて夜作業の時だってあるんですよね。ただルームランプだけだとどうしてもやっぱり暗いんですよ。で、これ自体はまあどこでもつけることができるように、こんな感じのクリップ式になってます。これで約4000円ぐらいで販売してました。次、4つ目、 Wi-Fi です。まあ、ちょっと物を見せれたらよかったんですけど、今普段あのソフトバンクの、 あのコンセント挿すタイプのやつを使ってるんですね。で、今ちょっと人に貸してて今ないんですけど、ただこれのこう欠点っていうのが、もう地域によっては全然電波が悪い時とかもあるんですよ。なので個人的には普通のまあポケット Wi-Fi があればまあいろんなところでも使えるしベストかなと思います。あとはそれがないのであれば、まあまあテザリングでも全然いいんですけど、ただ Wi-Fi は車に置いとくとすっごく便利です。次、5つ目、これです。パソコン台、これですね。こんな感じで下がね今フラットなんで、こうやって台でこうやってカタカタカタってデスクワーク
で言うならば、こういった感じの、まあ、作業自体がものすごくしやすくなってきます。はい、ということでこの5つを紹介したんですけど、まあ、自分がね普段やる仕事職種ですねによっても若干こう用途は変わってくるでしょうけど、あらかたやっぱ電気系統ですねを揃えれば車での作業っていうのはめちゃめちゃやりやすくなってきます。前半戦はこの5線で終了で、後半戦に実は僕のこの車っていうのは車中泊仕様なんですね。なんでそれのコストの部分で、さっきのやつの全部こうトータルでいくとトータル約まあ1万5000円でお釣り来るかなってぐらいで仕上げることができます。 Wi-Fi だけはちょっと月額かかっちゃうんですけど、ただまあ普段でも使えるって考えたら、まあ、それほど大きいものではないかなと思います。でそのさっき言ったこの下の車中泊の部分で、こっちもめちゃめちゃ実は安くついてるんですよ。で実際どうやって作ってるのか、どういう形でできてるのかっていうのを後半戦にねちょっと話していこうかなと思います。あ、そうそう、おまけで車に置いててすごく便利なもの、営業マンとしてね他にもあるんで、それちょっといくつかそれも紹介したいかなと思います。それでは一旦終了です。どん。ちょっと CM。 私の動画は18時から配信で、私の身の回りの人の質問であったり YouTube もそうなんですが、ありとあらゆる SNS からの質問からテーマを決めて私は動画を配信しています。もし私の動画を見ている人の中でこういう時どうしたらいいんだろう、どうやったらうまくいくんだろう、わからないことがあれば、それを質問いただければそれをテーマに動画を作ります。なので皆さんからの質問バシバシ受け付けます。ついでにチャンネル登録もよろしくね。ってことで続きをどうぞ。おいっす。ということで後半戦話していこうかな。これ車中泊仕様って言って、下がこうフラットになってる状態で、まあ、実際まあ元を見てもらった方が早いかな、まあ、断面図見てもらった方がすごい早くて、これまあ塚よね、塚があって、で下に上に木の板張って、まあ絨毯をやってるっていう感じで、もしこれすごいシンプルなんよ。でこれ1個だいたいね300円しないぐらい。でベニヤ板は買ったのは2枚かな、2枚だけなんで1枚1400円なんで2枚で2800円と、これ上絨毯はね100均なんよ。こんな感じのこの3つのことで見てもらったら分かるように、今撮影したところがすげえ荷物いろいろあるんやけど、まあ平らな状態には今なって、さっきので言ったら施設家が下に10にこう置いてあるよねっていう感じで、使ってるものはすごいシンプルで、塚とベニヤ板と絨毯、これだけなんよ。で確かにあの木切ったりとかでちょっと道具とかはこう使うんやけど、まあ、最悪自分のところに工具なかったら、今やったらもうホームセンターで大体そこで作業できちゃうんだね。ってことは実際材料費だけかかったんで言ったら1万円も実際かかってないんよ。その状態でこの今フラットな状態を作り上げてて、あ、けど真ん中のシートは外してるから、そこぐらいかな、ちょっと一人じゃ重いなーって感じたの。この作り込みシンプルですごい便利なのが、車検の時にまたその椅子つけたらすぐ元の形に戻せるんよ。でこの木とかはその元々の車の底のとこからパーンってのっけてるだけの状態になってるから、実はこれこのままコードバサッて外せるんだ。だからすごい気軽にできちゃうというか、極力この絨毯っていうのも結構その汚れちゃうんよ、物落としたりとかなんかジュースこぼしたりとかっていうのがたまにやっぱりあって、そんなんでも100均やからこうペロペロって一部だけメモって、例えばこんな感じね、一部分だけこんなんカットしてあるだけやけど、こんなんをペッて貼ってるだけやから、そこだけ直したらまた綺麗な状態に戻るしっていうので、俺はあえてこう100均のやつを使ってるんでね、これだけでも十分仕事のっていうか作業するには何の問題もなくて、まあここからちょこちょこ売ってるこの釣り竿とかも、まあ仕事もするけど趣味でも普通に使うから、まあ自分がやりやすいようにやったらいいのかな。あとはその車中車の中で事務所として使うっていう部分であれば、やっぱほとんどの方がやっぱ営業マンやと思う。でそうなってきた時に、じゃあ車に置いてた方がいいアイテム、身だしなみ編ってことで、何あるかなって6個出てきたんよ。それを今からちょっと紹介しようかなと思って、で1つ目が、まあ、1個目は耳かきね、これは使えるね、俺結構信号待ちとかで結構やってたりするから。で次に意外とあってよかったと思うの、爪切り。やっぱりこう人の前で行くっていうことは爪とかもねやっぱり綺麗にしとかんとっていう部分で俺は爪切りを置いて、で3つ目が綿棒、もうこれも何にでも使える、なんかその細かいところちょっと汚れ取るのもそうやし、自分の耳かきもそうやし、まあ、ありとあらゆる場面で使える。あとはその営業マンとかでも、もなかなか歯磨くタイミングなかったりもするんよね、昼間。ってなった時に、けどなんか詰まってるみたいな。っていう時はもう爪楊枝ね。こんな感じで、一個一個袋の方が、やっぱ衛生面的にはいいかな。次、ハサミ。まあ、これは、まあ、単純にまあ、眉毛とか、まあ、パッてこう鏡見て、俺あんま出てることないんだけど、まあ、鼻毛用とかでも使えるし、まあ、一個あったらすごい便利。で、次、最後。意外とこう、積んでる人少ないんちゃうかな。けど、めっちゃ便利なのが、これね、ブレスケ。やっぱり講習って大事やから、特にがっつり例えば昼間なんか食っちゃったとかっていう時やったら、もう絶対これはもう飲むべきよ、営業マンとしてね。
ていう感じで、6000紹介しました。実際、その、作業効率の話で考えた時に、まあ、移動時間っていうのがやっぱ一番邪魔なんよね。まあ、いろんなお客さんとこ行ってとか、誰かと会ってとかっていう時でも、やっぱ多少なりともみんなこう早めの行動するから、でそうなってると余計こう多少時間余っちゃったりするのね。で、そんな時に、じゃスマホで、なんかこういろんなもん、ツイッター見たりだとかするとかよりも、ちょっとでも早く家に帰ろうと思ったら、こういった形で作業効率を上げる。これがさ、アポでさ、毎回10分あったらさ、それ5回あるだけで50分ぐらいの時間にはなってくるし、と。で、それが今までやったら、会社に一旦戻ってたってなったら、片道30分で、それだけでやっぱ1時間使っちゃうし、これはもうほんと工夫の仕方かなと思う。まあ、そもそも、イレギュラーで動かなあかんとき、例えば自分が休みの日とかに、どうしてもこれだけやってまわなあかんとか、あ、これ今日までやったとかってあるよね。でそんな時に、わざわざ会社まで行かなあかんとか、もうわざわざどこまで行ってやらなあかんとかだったら、やっぱり、プライベートにもやっぱ影響しちゃうよね。電車とかでね、仕事行ってる人とかやったら、まあ、わかると思うけど、その2、3駅とかの間で、こういろんな周りがおる中でパソコン開けるかって言われたら、なかなかやっぱきついよね。でもこう待ってる間に電車来るのに、まあ5分10分待って、で、電車の中乗ってるのに5分10分。で、まあ乗り換えです。で、また電車乗るとかいう感じでたら、やっぱなかなかこう作業効率進まんて、やからこそ俺車での移動が基本ベースなんやけど、やったらまあ仕事でもこう誰かね、その時、誰かが運転してくれる人とかがおったら、自分は集中してその間仕事することもできるし、だから俺の中でこう車って、まあ、車乗るとか云々よりもどっちかって言ったら効率の良さなんよね。こう、自分はアクティブやから、こうやって釣り突然行こうとかなったりとか、あ、仕事あれやっとかなとかって、まあ後で俺思い出すことも自分のミスなんやけど、いざパって一人の場所でなろうってなった時に、わざわざこう部屋借りてっていう、でもこうやってこう気軽に、今これ外で撮影してるから、普通に車の中で、これも言うたら一つの仕事っちゃ仕事よね。で、こう一人でこうやって車の中でバーって喋っとって、まあ基本的にはもう外に聞こえることはないやろうし、別にまあ聞こえても問題ないんやけど。って感じでね、今日は、仕事の効率を上げる。で、特にまあ移動時間ですね。をいかに仕事に当て込んで、プライベートな時間を増やすのかっていう部分でね、今回は話しました。それではまた、明日。どうも。